皆さんお久しぶりです。多くのリスナーさんからモンハンナウやらないんですかというコメントがあったのでやっていきます。早速ですが映像をご覧ください。小型モンスターのジャグラスに対して体験の抜刀攻撃88ダメージでワンパンです。では次にこちらの映像をご覧ください。同じダメージにもかかわらずモンスターの体力はかなり残っています。この検証は同じランク帯で行っています。このことから今作にもモンスターの体力段階が設定されているものと思われます。では体力は何段階に分かれているのか。まず1つ目が一撃で倒した体力、仮に80とします。2つ目が体力115と思われる個体です。3つ目が体力108と思われる個体です。そして4つ目が90と思われる個体で、確認できたのはこの4種類でした。これ以外にも体力段階がある可能性はあります。またゲームの特性上大量に狩るのが難しく、30体ほどのデータとなりますが、出現率はほぼ同じと思われます。大型モンスターも同様に体力の設定があると思われますが、チュートリアルや緊急クエストは1段階だけではないかと思われます。ここで一つ疑問が生じます。体力の設定はどのタイミングで行われるのか。モンハンナウはモンスターから逃げることができます。これによりマップ上同じ個体と戦うことが可能になります。リセットを繰り返し115のダメージを与えたとき、体力は一定のように見えます。もう少し大きいダメージを与えればはっきりしますが、ゲームの進行状況的に厳しいです。現段階ではおそらくマップに出現時点で体力が決まっているものと思われます。また特殊な例ですが、通信状況が悪いときは体力が一切削れない場合があるようです。今回の検証のまとめです。体力は4段階と思われます。ただしチュートリアルや緊急クエストは1段階と思われます。体力段階はマップ出現時に決定と思われます。通信状況が悪いと体力が削れない可能性があります。以上が今回の検証結果でした。さて今回がモンハンナウの検証第1弾でしたが、スマホやりにくいです。